投げを見ていて、さあ椿がなかなかターンを奪えない。さあ牽制でどんどん距離が離れていって、なんか刺さったか。さあ空投げからでかいぞ、これはでかい、これはバースト。さあ 5B ヒット確認できなかった。金馬からさあこれはこのスキルか、まだ知らない。さあバーストあるがワンチャンがなかった。勝ったのは、あいつなんだっけ、ラムダさんです。やはり何も起きなかったですね。何も起きなかったですね。ちょっとチャージが溜めづらいっていうところで火力不足がありますからね。まあ、やはり何も起きなかったね。さあ、大将戦ですね。蓮田新さんのラムダと、すずさんこんにちはさんのラムダ、ラムダ同キャラ戦、これは珍しいですね。てかこの組み合わせで、そう、どっちかどっちだか分かんないですね。さあ白いラムダが攻めてって開幕バースト使ってしまったが、投げから青ビートだったがバースト使ってしまった。さあ投げから画面端なので安定して、さあキャバレーが刺さなかったか。さあ 2DD からチクチクと削っていく。 4D は無敵で回避、キャバレーは入らない。さあお互い五分の状態から、さあ 5C が刺さって、青いが結構な具合に削れている。さあレガシー出して中段からゲージがないので、おお、これはこれは見えるとか見えないとか言ってるじゃない、ね、まあ見えるとかないですね、本当。さあ一本取るのは白いラムダ。さあゲータンから積極的に触ってって、さあ青いがクレループに移行できた。さあ受け身狩りの空投げからゲージがないので追撃ができない。金馬からはつながることができず、さあ下段が刺さってターンを持ち直すことができた。さあキャバリア見えていてブレイドから、さあ画面端をが交代してって無敵で回避するが、状況はあんまり変わらず、さあターンを奪い返して見合いしてしまいました。なんかごちゃごちゃになっていくが、ラムダとキャラとかあんま見たことないんでね、ちょっと実況しづらいですねこれ。難しいですね。難しいですね。さあ画面端を維持したいか、ターンが移り変わり、キャバリーは重力があるので届かず、さあデンジャーになってるか、ターンを維持すれば回復することでしょう。さあ下段をガード、ブレードを刺さってキャバリーから青いが殺しきれるか、殺しきってラウンド取り返す、赤い炎のポイントだ、1ポイント、赤い炎ラムダ。さあファイナルラウンド、さあお互いいろいろ出してたが下段が刺さり、これは磁力読みですかね、磁力読みですかね。さあお互い JND 出して牽制しつつ、さあ投げが通って投げコンはミス。さあ中段からキャバリエはガードしてた、下段からブレード、ブレードに何だっけ出して、さあ J2C が刺さりキャバリエが入って、これはちょっと火力が高い、ちょっと高そうですね、高いですね。さあレガシーから、さらにガープラもやばいですね。さあガープラが赤いぞ、投げて、さあクレループから青いが繋がって勝ったのは、ラムダ1本なった時のラムダの脅威ですね。脅威ですね、あれは怖いですね。すずさんこんにちはさんのラムダが、が2本赤い炎。さあ代表戦ですね、あいつなんだっけさんのラムダ対
すずさんこんにちはのラムダ。さあまたもや同キャラ戦。さあサイドラムダラムダです、ね、サイドラムダラムダ。なかなかあの実況泣かせではありますけども、ちょっと遠距離からの削り合いが実況しづらいんですね。しづらいですね。ちょっといつの間にかなんかこう試合が動いてたりとかするので、またさあまた白いラムダと赤いラムダですね。ちょっと赤い方がすずさんこんにちはさんかな。さあダッシュから、さあ読んでいて弾の飛ばすと、これ視力の使い方がポイントになりそうな試合ポイントですね。さあクナギからゲージがないので追撃ができる。キンバー読んでいた。さあ下段を全部ガードして読み切っていたか。 4B は当たらず。さあ遠距離からの牽制の試合になったか。さあっとこれは入ってしまった。さあいいクッチプレーが発動しております。なかなか普段見ないですね。なかなか見ないですね。まあマジシャンもラムダは2人しかいないですからね。さあここからクリリープが飛行できた。これはこれは見せらなければ完走すれば殺しきる。さあクリループを見事に完走して一本取るのは、あいつなんだっけさんのラムダ。さあ2ラウンド目。さあキャバリーにゴーシーが刺さったが追撃はいけず、ダッシュ 4B は見えていた。さあ 4B から追撃はミスる。さあ対空からコンボは完走できないか。さあキャバリーが刺さってこれはでかいぞ。さあたまらずバーストですね。さあブレイドで削っていって、さあ J2BGC ですね。さあ画面はじめにして、あ順調にガンプラも削れてますよ。 2DD が使ってしまって、これは手痛いダメージ。おっとさあ今度ミスターがブレイドからキャバリエ DDD JDD JDD これはコンボを見せらなければ勝てる。さあスタートなかった。これはさあなんとか持ち直して、ラウンド取り返してすずさんこんにちはさん。さあファイナルラウンド、なかなかコンボ完走と言えない試合になってきましたね。これなかなか見ないですからねラムダは。さあブレイドからクレループに移行して、これはでかい。さあ完走できなかったらいいダメージ。空投げからさあ美味しいぞ。ジェリーから着地をおっとミスってしまったがさあ厳しい展開になっていく。キャバリエラピキャンから崩れないゴーディリ刺さって、勝ったのはあいつなんだっけさんのラムダですね。ありがとうございます。ということで唯一椿だった勇者が死にました。実況変わります。終了ですかこれで。ゼロ回戦終了。そうなんか、まあ、ラムダが3人いるという珍しい組み合わせでしたが、その中で俺は全く仕事をしてないという。というわけで、次ネムタライシユデンタオカガと、セッチャンカルル弱肉テイガー、またマジシャンですね。マジシャンぜ。あ、ちなみに負けた人もまだワンチャン復活っていう可能性がありますので、一応まだわかんないですから。どっか行っちゃうと抽選で復活してもできないんで。というわけで、ライチタオカガカルルテイガーっすね。まあ、なんとも言えない感じ。はい、じゃあ先方は、あ、弱肉さんですね。弱肉さんと、弱肉テイガーに対し出てくるのはねぶたのライチです。ねぶたライチ